カーンウが現在に転生したら適職は何になる？最近は転生もののライトノベルが大人気です。特徴としては、現世ではつまらない人生を送る平凡な人が孤児や殺人事件などで異世界に転生、異世界ではチートな人物に生まれ変わるという展開が多いみたいですね。では逆に過去に名を残した英傑が21世紀に生まれ変わったら一体どんな仕事に就いていたのでしょうか。今回は桃園三兄弟の一人である関羽について考えてみました。そもそも関羽の性格は、桃園三兄弟の一人として劉備を支え、現在では神様として、知名度では劉備を上回る関羽は実際にはどんな性格だったのでしょうか。正史三国志を書いた陳寿は関羽の性格について、張飛と合わせて大体以下のように論じています。関羽と張飛は2人揃って万人敵と称され、虎のような武勇を持つ将だ。関羽は曹操の恩義に手柄で報いて、張飛は義を重んじて玄関を許し、2人とも揃って国知の封があった。しかし関羽の性格は強直でプライドが高く、張飛は暴力的で温情に薄く、その性格の欠点によって敗北したのは運命というものだろう。これを見ると関羽は恩を忘れないで、それにちゃんと報いる人だけど、あまりに強直すぎてプライドが高いところが欠点であり、その欠点ゆえに身を滅ぼしたのだから、これも運命だろうと言っています。関羽の傲岸不遜エピソード。三国志演義では真偽に厚い人として描かれる関羽ですが、正史三国志では強いがゆえに誇り高く、傲岸不遜で周囲に敬遠される様子が正史三国志には随所に出てきています。1、劉備が漢中王になり、甲中を甲将軍とし、関羽を前将軍で同列にすると手紙を送ると、老いぼれの甲中と俺が同列とは納得いかんと文句を言った。2、関羽が繁盛を攻めている頃、尾方と詩人は物資を補給していたが、その後方支援が全力ではないと関羽の怒りを買い、帰ったら処罰してやるからなと叱りつけた。これを恐れた尾方と詩人は呉の調略に乗り関羽を裏切った。3、孫権が慶州南部を任された関羽と友誼を結ぼうと婚姻を持ちかけると、関羽は激怒、使者を罵倒して婚儀を蹴飛ばし、孫権はこれを恨んだ。こうして見ると関羽のちょっと行き過ぎたプライドの高さがわかります。若い頃はそうでもないですが、晩年には謙虚さや寛容さが足りなくなり弱点と化したのでしょう。おだてに弱い関羽のエピソード。一般に誇り高い人はそのプライドを満足させてくれる言葉や行動に弱いです。関羽にもこの人手のひらで転がされてんなという逸話があります。 1、劉備軍に馬超が加入した時、慶州の関羽は孔明に、馬超ってどのくらいすごいの？と手紙を出した。諸葛亮は関羽の誇り高い性格を知っていたので、髭殿には及びませんと返答し、嬉しくなった関羽は手紙を客人に見せびらかした。 2、陸遜が呂蒙に代わり陸光に駐屯した時、陸遜は関羽を油断させるために自分を卑下し、関羽を褒めたたえる手紙を連続して出した。関羽はそれを読んで大いに安心して陸遜への警戒心を解いた。こんなにおだてに弱い人っていると思うほど関羽はおだてに弱いです。2は、陸遜が無名の若造だったこともあるのでしょうが、それにしても見ず知らずの男が自分をべた褒めしてくるのはおかしいと疑問に持ちそうなもんですが、関羽が現代に転生したら何が適職？そんな関羽が現代に転生したら何が適職なのか考えてみました。しかしカワウソが考えてもわかるはずもないので、ネットの無料適性診断サイトを使い関羽になりきって診断します。それによると関羽の適職は IT 技術職、一方で編集や制作職が向いているようです。おお、編集や制作職ならカワウソと同じようなジャンルですね。ライターの記事を構成して厳しくネチネチ言う関羽、これは怖い。
ちょっとカワウソはカンウの下では働きたくないです。あまり合致しない。適職診断サイトが下すカンウの性格。適職サイトによるとカンウの見どころとマイナスポイントは以下でした。カンウのチャームポイント。 ① 礼儀正しく自己主張せず協調性を持って他人のために働く。 ② 人の気持ちを理解しようと努め控えめで遠慮がち。人のアドバイスや意見を聞く。 ③ 真面目そうなので社会の上位の人の評判が高く上品な印象を与える。 ④ 忍耐強い性質ではしゃぐこともなくおとなしい。 ⑤ 好き勝手をせず周りとの調和を考え人間関係のトラブルを嫌う。 ⑥ 気品があり社交的に地位のある人と付き合い徐々に評価が上がり才能を開花。 ⑦ 長期戦持久戦に強く集団の仕事に向く。なんか傲慢不遜でプライドが高いという関羽の性格にあまり合致しないような。でも ① は曹操に捕まった後も長領の説得に応じて投降し結果劉備の元に戻れたことや ③ ④ の真面目そうや忍耐強いは関羽のためにある言葉とも言えますし ⑥ の気品があるも士大夫階級ではないのに周囲に重んじられた点に合致します。関羽の性格の欠点は晩年に多く出ているので若い頃も勘案するとこんな風だったかもしれませんね。ではそんな関羽のマイナスポイントを見てみると、関羽のマイナスポイント、 ① 好奇心や情報感度がなく視野が狭くて感情表現が乏しい。 ② 人間関係の波風を避けようとしすぎて萎縮しやすい。 ③ 興味や希望を絞りすぎ挑戦心がなくなり目標や夢が小さい。 ④ 主体性と行動力がなく現状を変えられない傾向がある。 ⑤ 自分がなく誰かの意思にいつも従ってしまう一面がある。 ⑦ 特に権力者に弱く人の命令に振り回される。 ⑦ 悲観的で劣等感を持ち外見よりもずっと暗い性格。 ⑦ ストレス解消が下手で不平不満を言いがち急な反発や反抗をする。これも当てはまらない点が多いと思いきや ① は人間的に厳しい人で喜怒哀楽が顔に出ない点や視野が狭く外交ベタで孫悟の離反を招いた点が共通します。 ③ は将来性がわからない劉備についてきて何十年も見限らない点。 ④ は劉備と何十年も寝なし草で放浪していた時期に当てはまります。 ⑦悲観的で劣等感を持ち外見よりもずっと暗い性格や ⑦ ストレス解消が下手で不平不満を言い急な反発や反抗をするのは晩年の関羽のコンプレックスの裏返しにも見えます。三国志ライターカワウソの独り言。転生した関羽の適職は IT 技術職や編集制作のような真面目で忍耐強く集団をまとめることができる人におすすめな仕事でした。皆さんは関羽の適職についてどう思いますか？よろしければコメントでお聞かせください。